はい。で、この左の方に、わあ、そこにお宝ひがあらるんだひけど、ら、木の上にはお宝なんだけど、どうやって取るんだ、あれ。どうまあ、やって上か取らるの？行くかね。どうやって取るのかね、これ。ちょっと俺の、あれかな、弓矢が炸裂する感じかな。うわ、すじこおじいちゃん。ん？ああ、気づいたよ。ファイヤー！どっかに本遠体いがいる、な本体いるんじゃないのこれ。ー。ああ、そっか、あのおじいちゃんだっけ？それは、そういうことなんだろうか、やはり。嘘でしょ。月光町どころの話じゃないよ、これね。全然当たらないんだけど、俺には。ああ、当たった。いや、俺だと思う、当てたの。いやいや、当たってる違う？当たってる当たっあ、て本る。当？眩しくて見えないんだけどさ。ああ、当たんないな。当たれ！当たれ！全然当たってないんだな。当たった。無理しょこれ。うん、だいぶかかっちゃうね、これ。あ、一応ちょっと毒入るか確認させてください。あ、こっから行くのかな。いけない。あのお宝はどうやって取るんだろうん、入らなそう。う。ん。ざっくり。あ、どこ屋行っ根た、の。君？どこ行った？うわ。走れ！ええー、何この声。怖。あ、そっち行ったんだ。くそ。くそ。くそが。おお、こいつらか。ああ。まだ生きてる。ああ、落ちた。落ちた。中宝。ああ。砂の魔術師の上位。おお。出あれた。じゃん。出た出た。俺の好きな。あぶねえ。びっくりした。びっくりした。滑る滑る。何やっ上てんがのれないんだ君。が。君何やってんの。上がれた。ちょっとすさ、げえ滑った。あの風車、俺には燃えた跡のように見えるんだが。あれ？ああ。ああ、これ？ああ。確かに。なんかちょっと黒焦げてるような気がするんだけど。まあ。気のせいかしら。わあ、もうなんか、どこ行きゃいいの、これ。トリックアートの世界みたいだな。平行感覚なくなるね。きゃー！あ、わかった。こっちだ。痛ゴい！ーゴーゴー。危ないよ。はい。危ないよ。はい。ええー。オッケー。まだか？塊ばっかり出るな。わあ、どっから、どっから、どっから。ああ、隙間から撃残たりれ火。ちゃう。あそこにもアイテムあるな。ちょっとまあ、こっち行くすか。げえ。うわ、なんか毒っぽいです。なんかいるなして。ちょっと下に降りるか。仲間がいるわ。おりゃおりゃ。わわあ、いっぱい。うどいわ、どいわ、どいわ。前から来たよ。ええー、回り込んできたな。は？何？あ、やべやべ、呪い、呪い。何？ドクロ上がってる、ドクロ。ああ、ああ。ちょっと待って。すまん。は？ダメだ。死ん撃だ？たれた。
こっち曲がり角あるかなと思ったらなかった。あードクターふわうわすげえな。何体勢うわ一応かがり火どうしとこう。ちょっと待てよ。おお、なんだこのマーク。しおり手袋、砂の魔術師の手袋。おお、いやこいつをどうにかしないと、もう何にもできないな。ちょっと走って本体いないか探してみよう。うわぁ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう死んだ無理だわ。こいついる限り行動できない、うんうん、いや、なんか倒し方あると思うんだよな。あ出てます、そのしおりというか。あ、出てる、なんだこれ、なんか3本ね。うん、そんな、なんだと思うそれ。ちなみに、はぁ、吹き溜まりの横、アリアンデルの絵画世界の方の、うん、アリアンデルの礼拝所と修道女フリーデのとこにも今俺ついてる。うん、出てる。俺も、出てる。ああ、今出てない。今さっきね、吹き溜まりにいた時は、アリアンデルとフリーデの横にしおりあったんだけど、土の塔の残骸に来たら、なくなってる。なんだろう、ホットスポット的なことかな。うん。今ここが人いますよ、すげえ侵入入るよみたいなかなぁ。あぁ、え、さっきの NPC さんが移動してきてます、ここに。あ、どこにいる。あのね、かがり火のちょっとし、なんだ、かがり火 の向こう側に今のお宝の木の上のお宝が見えるんだけど、はい、の右側をちょっとこう、はいはい、なんだ、うん、崖っぽくなってて、あ、ちょっとなんか六角形の岩があるね。ああ、そう、そこに座ってるわ。ちょっと、まあ、ちょっととりあえず俺あれだ、残り火使わなきゃ。こうなっちゃうよね、これなんだ。うわあ。どこ？そうか。拾った。はい。まあこれは後でお楽しみ。まあ、まあ大したことはないけど。ああ、そういうこと。座れなかった、結論から言うと。おー、移動してるね、いたね。ここにいるぞ。話しかけまーす。はいはい、oh. Oh, あんたまたあったの、その王がちょっとパッチっぽい。どうやら無事なようで何よりだ。しかしここは最果ての吹き溜まりの名にふさわしい場所。あらゆる時代、そして土地の名残がここにはある。だからこそ信じられるという話さ。和の都がこの吹きだ、ああ、読めない。この人早口だな。あーアースマン、あんたには関係ない話だったかな。You needn't worry yourself with this nonsense. I just wanted to tell someone. 何せあんた以外に話し相手は、蓋のばあさんくらいだからな。喋りすぎたかもしれん。その詫びと言っちゃなんだか一ついいことを教えてやるよ。By letting you in on a secret of sorts.この先にある巨大な土の塔の残骸は、仲間猛毒の沼に沈んでいる。うん、普通ならそんな沼を避けるのが常道だが、この沼の一番奥には貴重なお宝が眠っているのさ。あれは俺にはもう必要ないもんだからな、スマンが置いてきてしまった。また機会があればあんたのために取ってくるが、もし待てないければあんた自身で行くといい。俺にはわかる、あんたは優秀な戦士だし、使命もあるのだ。あれをあんたの使命に役立ててくれよ。あれ、はい。なんかちょっとなんか、なんかちょっと誘導っぽいな。うん、うさんくさいな。これがどうやって通るのかわかんないけど。まあ今走っていくと出てきちゃうかね。知らん。出たー。いやこっから撃つか。やる？うん。
ちょっとなんかどっかにあるんじゃないの。多分ね。ああ、すごい。すごい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 。あの君の仲間がレーザーでめった打ちにされて死んだわ。でも確かに今ソウル入ったな。遠すぎてダメだな。これちなみに奇跡かね。あ、俺これ、うわダメだ、ダメだ。さようなり。あら。久々に思いっきりロストしたな。まあ5万円ぐらいだ。うん。使い道のね、5万円だ。と自分に言い聞かせる。あ、ここに戻ってくる。まあ同じように出します。はあ。あいつをどうにかしないとダメですよ、これ。うん。それこそあの、なんだ、ブラッドボーンのチリンチリンおばさんみたいに一区に隠れてんだろうかね。もっとよく探索しろってことか。どういった？ああ、そっち？これ右側すごいあれじゃないの？大樹のなんとか。ああ、ごめん、出しちゃった。え？セライエンジェルだった。死ぬ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 。ここ行けないかな。ただのこれ風車だよな。で、ここに血痕があるんだけど。あ？ん？血痕？うん。この下って降りていけないかなと思って。はい、行ってみてください。はい。この辺からさ、ちょっと、はい、すっと。あ、ダメだもん、これ。これさ、右から戻れるでしょ。うん、戻れるけど、もう、まあ、一回死ぬ覚悟で行ってみるわ。ああここ。はい、あーだよな。引っかからなかったよ。出してけりゃ。はい。まあ、行ってみないとね。うん。いやー、あいつ。あ、やべ。これすごい、だからあの、うん、さっきちょっと言いかけたんだけど、うつろの体重っぽいんだよな。おー。すごい上まで伸びてるよ、かの、この枯れた木。あ、ほんと？まあ、いろんなね、世界が。流れてるというか混在してる世界だ。ここからそのお宝ある方向上見上げてみ。おーおーおーおお。な？うん。狙われてないけど。はい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 。ごめん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 。ちょ。Go。どこだっけ？こっちか。うーわ！よし、よし、四角。よし、四角。ああ、なんだここ。あ、お宝発見。うろこ。あ、やった！これでまた俺この剣を強化できる気がする。ほうほう。あ、あそこにも宝あんな。あいつど、この声なんなん？この声さ、君がさ、ああ笑ってやられた時のあーって似てるんだけど。似てねえわ。ほっ。ほっ、私。はーがー落ちた。やべす、やべす、やべす。待って待って、どこ行った、どこ行った。あ、こっちか。なんだ、あー前から来るやつね。前から来るやつ。いやーこれどこ行けばいいんだ。どっち行きゃいいんだ。右行ったけどちょっと行き止まりっぽかったんだよね。で俺後ろからまともに食らって死んだから。俺だってそっち前に走り抜けようとしたら全部もうね、うん、移動速度落ちるから狙撃されて死んだわ最終的に。ああ、あのあれだろうな、 あの木の根っこを登るのかな、毒沼経由して。ああそう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 、
こわ、呪いの光だ。あぶねえ。うえ。なるほど。あ、石化した。カチーン。カチンコチン。わー。そのポーズなんなのって。消えた。パッて消えた。君、はい、俺これどうしたらいいの？戻れないんですけど。じゃあ俺ちょっと降りたとこに出すか。さっきの塔の中みたいな。最初にあのなんか君の仲間が隠れてたところ。うんうん。ここも全然安全地帯じゃないけどね。今どこまで行ったら。ああ光ってる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 。ちょっとエンジェルさん一息ついてくださいよ。ちょっとなんかね誰かいる。え？あれなんだろう。あ、あれ砂の魔女じゃないかな。あーいた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 。うん、あーそうだね砂の魔女。そこに行きたいな。うん。だあの木を。だってこの木の上のうわー登ったら無防備すぎじゃないですか。上なんもないんだよだって。うん。倒したから行くとかそういう感じ。どうやって倒すのこれ。いや弓矢とか。いやーちょっとあの魔女倒しに行きたい。あはい。行くよ。はい。うわ砂の魔術師増位。ええ、うわ間に合うか。間に合った間に合った。うーそつえ死んだか。うわーそういう感じか。うわー後ろから来てた。あ俺視界に入ってたわ今。うわー全然気づいてなかった。美しい。俺思うにこの砂の魔術師、魔女が操ってんじゃないか。おお。だからこれもう分かったから弓で釣ろうぜ今度。うん。ぶぶぶ、あー死ぬ。死んだー。あれ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 。なるほどなー。あ、え、下に降りてる。立ってる。しかも下に降りてる。ああ、ね、さっきの NPC。 ああ下に降りて立ってる。しかもなんか手十字にしてる。 話しかけてみようかな。拾った。はい立ってる。 Oh, there you are. おあんたちょうどよかった。 Perfect timing.You remember that treasure? 覚えてるだろうかな。猛毒の沼の奥にあるお宝の話を。well, 約束通りあんたのために取ってきたんだ。あ、そうなの。まあちょっとしたついでさ、それに蓋のばあさんもうるさいことだし。うるさい。ほら持って行ってくれ。あんたの使命に役立ててくれよ。あ、原版くれました。ほういい人だな。This really is a drake. しかしここは最果ての吹き溜まりの、ああ早い早い。It actually sort of lends creepy. なんだこの人。下半身デブリか。This really is man. どうしてそんな優しいの？怪しい。立ち方が怪しいな。うん。なんか執行兵みたいな頭して。さあ。執行兵で分かっちゃったのが腹立つ。何なんだその執行兵って。分かるでしょ。ここで一回隠れまして、そしてわあ相続来てる。ここを折れます。いってえ。やばいね。こっちだよ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 。行き過ぎである。違う、俺あのお宝取りたいんだよ。ほう。この奥にある。そしてさらにそっちから降りることによってもう一個お宝が手に入るんだけど。あ、じゃあ俺逆に行って逆のあの小屋に、うん、第一ゲートの小屋に俺がいて、うん、こう、うん、目を引きつけていただいて、うん、そうですね。さあこれでどうだ。俺を注目しろ。
わ、眩しい。眩しいよ。綺麗だな。あれほら、俺の方打ってる、ほら。すごいでしょ、こっちだよ。あ、そっち打ってる。うわ、取った、塊2個。はい、はい、はい、はい。ほれほれ、こっちだ、ほれ。あー、え何があった。いや、久々に玉ひゅんしたよね。おお、あれ滑った。ちょ、いや、あれ、俺なんかさっきのあれ、あっちから見た時にこっちにのあれ、ちょっと俺の脳内マップが全然違ってたもん。ああ、なるほど。予想と全然違ったよね。うわー、残り火があともう10個。